今、プリウス PHV、車高をより下げられるように施工中です。TD メンドさんの EG プロを使って下がるようにしたと、あとアッパーアームもロックしないように TD メンドさんに変えました。で、ここで一つ問題があるんですけど、でこう空気を入れても、ここは開いちゃうんですよ。こうなると、タイヤが浮いた時に、こうエアバッグがここから離れちゃうと割れます。なので、ここが浮かないように改良が必要ですね。はい。はい。そこでこの部品ワンオフしました。スペーサーみたいな感じですね。でここに純正のゴムがはまります。裏もぴったり。そうですね。深さもぴったり。で、ここが、この中に当たらないような寸法になっていて、こうカチャッとはまると。はい。で、こっちとこっちは、この径が違うんです。上はゴムがはまるように。で、下は、このもともとゴムがはまるところに、これがはまるから。径を違うようにしてやると。そこ設計されてますね。はい、つけました。こうすることでエアバッグが遊ばなくなって破損のリスクがゼロになると。スペーサーは本当は7ミリあればよかったんですけど、だいぶ車庫端になるので上げ幅も確保できるように15ミリにしました。なので超車庫端だけじゃなくて実用性のある車高まで上げきれるっていうようなエアサスにしました。エアサスつけていて今の車高に不満がある方、下げ幅がないよとか、まあ上げ幅がないよとか、そういうお悩みのある方はぜひ一度ご相談ください。